ドリームチェイサーです。今回はこちら、スターウォーズのバスボール、こちら2つ一気に入れていきたいと思います。前回までに2個ずつを2回行って、無事マスコットが4種類見事に被らず出てきてくれています。キャプテンファズマと、こちらのスノートルーパーとフレームトルーパー、そしてシークレットが出てきてくれましたね。ラインナップはこちらに書かれています。カイロレン、キャプテンファズマ、ストームトルーパー、フレームトルーパー、スノートルーパー、シークレット。残すところこちらのカイロレンとストームトルーパーですね。これが見事こちらから出てきてくれれば嬉しいなと思いますが、まあそうはうまくいかないでしょう。一箱に、5×3 で15個入りで売られているので、本当にどこに何が入ってるかわからなくて、たまたま偶然、4種類バラバラに出てきてくれてますけれども、さて、今回どうでしょうね。香りはカモミールの香りで、このような入浴剤になっています。では、早速開けてみましょう。じゃん。はい。こんな感じです。開けるシールなどはついていなくて、この、ちょうど合わさってるところから引っ張るとうまく取れますね。はい。こんな感じ。じゃじゃん。結構これ、彫りがしっかりしていてかっこいいです。後ろには何も書かれてないですけど、いい香りがしますね。もう本当にシュワシュワっとやってるとお花畑みたいですよ。いい香りです。もう一つも開けてしまいます。はい、二つ。こんな感じです。どれもそんなに欠けることなく綺麗な作りになっています。はい、では早速二つ一気にドボンと入れちゃいましょう。いきます。ドボン。結構シュワシュワといっぱい発泡しますね。ビックラ卵よりも勢いがあるような気もします。さて、ではこの間に前回まで出ていたマスコットを紹介します。こちらがキャプテンファズマですね。結構ピカピカかっこいいです。こんな感じ。そして、こちらがスノートルーパー、ダースベイダーみたいなこのフォルムの白いやつ、スノートルーパーです。そしてこちらがフレームトルーパー、こんな感じのですね。そしてシークレットはじゃじゃん、 BB-8 でした。ほんとこれが出てきてくれて嬉しかったです。BB-8 がシークレットは予想してましたが、やっぱり出てきてくれると嬉しいですね。子供たちは、カイロレンの中身の人の方じゃないみたいな、そんなことを言っていましたが、そんな難しいのは出ないでしょうと言ってたんですけれども、BB-8 でしたね。そして、後ろを見てください。これもしかして来たかもしれない。そしてまさかのやっぱり出ないストームトルーパー。ストームトルーパーなんか引き悪いんですよね。でもこれは黒と銀で、これは言わずもがな、分かってしまった感じですね。嬉しい、嬉しい。6種類中6回で5個揃いました。結構これいい感じじゃないですか。しかも来たカイロレーン。嬉しい。あ、もうやっぱ溝に入ってるから最後までシュワシュワしてないと綺麗に取れないですね。じゃあ先にキャプテンファズマから見ていきましょう。キャプテンファズマ。はい、こちらです。前出たものと比較しても変わりないですね。はい。そして、カイロレンです。うわ、嬉しいなぁ、これ。やった。やったー。ストームトルーパー出なかったけれども、
今回のシリーズは結構もうこれで満足ですね。カイロレンが出てくれました。はい、周りを片付けたので改めて見てみましょう。カイロレンです。結構細かいところまで作り込んでありますね。かっこいいんです、本当に。すごーい、これはかなり出来がいいと思います。もうただただ並べておきたいですね。かっこいいです。 BB8 も細かいところまでいい感じにできてるなと思ったんですが、カイロレンも2色ながらすごくいい作りになっています。ということで、今回はスターウォーズのバスボールを2つ同時に入れてみました。全3回6個中5種類揃って、かなり今回は良かったんじゃないかなと思います。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバイ。